芝生を植える前に土作りをしたらすごいことになりました。土作り専門会社にアドバイスをいただいた通りに必要な資材をすべて用意して混ぜました。カチカチの土、カラカラに乾きやすい土、べちゃべちゃで水はけが悪い土など、排水性、保水性、通気性を少しでも良くするため、そして少しでも良い土を長く維持するために土作りをします。ただし土作りはものすごく大変です。ですが、大変な土作りを頑張った結果、こんなに綺麗な芝生が育ちました。育ちやすい環境が整ったおかげで、肥料や水やりも減り、芝刈りをゆっくり楽しむ時間も増えました。芝生を張った後からは土を変えるのはものすごく大変で時間もかかります。ですのでこれから芝生を始めようとお考えの方はぜひこの動画で土の作り方からその後の成長記録を見ていただき参考にしていただければと思います。